て、メガンダ。メガンダ、マントを取れ、そして目を開くのだ。恐れることはない、開けるのだ。メガンダ、今こそゴースンサンダー眼力光線をお前に授けたぞ。くの一の涙、怪人メガンダ。どうしたのかしら。助けてくれ。おい、しっかりしろ。どうしたんだ。おい、目をやられた。目から赤い光を出す。返しに目を。眼力光線、ゴースンガール黒百合、ゴースンガール鬼百合、ゴースンガール姫百合。お久しぶりですね、ガンダ様。待っていたぞ、女ども。抜け人虎城之助を追え、切り殺すのだ。抜け人城之助を暗殺するというゴースンの特殊任務を遂行するため、マリエを棟梁として3人の女忍者が派遣された。鬼百合、黒百合、姫百合。毒の忍者ども、城之助は俺の手で倒す。
離れ。この匂いで丈之助は必ず来る。その時こそ。怪人メガンダの眼力光線によって丈之助の左腕は傷ついた。そして腕の痛みに耐えながら歩く丈之助は不思議な匂いに誘われるのだった。ちゃん、いい匂いだ。なんだろう。おかしいわね。何も匂わないけど。おいらの花は特別でさ。でもこの匂いはなんだろう。コスケ、どこ行くんだ。山の中で何もございませぬが、どうぞたくさん召し上がってくださいまし。弾けない。お前はゴースンの回し者ではなかったのか。島根兄ちゃん、丈之助がいたよ。ん？丈之助が？うん、この下の山小屋で怪我をしてるみたいだった。怪我を？うん。どうする、島根さん。行く？そうになった。うん。うん。うん。かかったな、丈之助。くっそ。ゆっくり礼をさせてもらおうか。
なり切るなり好きなようにするがいい。気の強い女だ。気に入ったぞ。だがな女、俺は女を切る気は毛頭ない。下がれ。自分で自分の命を捨てる奴がいるか。どんなことがあっても耐え忍んで生き続け、目的を果たすことが忍者ではなかったのか。死ぬことはたやすいことだがな、それは逃げるよりもっと卑怯な振る舞いだぞ。俺は女の涙は死ぬほど嫌いだ。何かあったのですか。小屋の中に城之助がいるような気配がしましたので。城之助が。この小屋は私一人のもの。城之助などがいるわけないではありませんか。いや、もしやと思います。お黙りなさい。わかりました。この場はひとまず引き上げるといたしましょう。引け。女、俺を助けるためにお前も仲間を裏切ったのか。違う。違う。そうだ、私は自分のために仲間を裏切った。私が生きるため。見るがいい城之助、私はこのマリテンの掟のためにどれほど縛られてきたこと。父も母もこのマリテンのために死んだ。私はお前に出会ってこのマリテンを壊す勇気を持ったのだ。見てくれ城之助。マリエ、出てくるがよい。城之助を出せ。裏切り者がどうなるか知ってるはずだ。やれ。マリエー！
んだ。獅子丸、まだ生きていたのか。伊賀城、水産、よし、思い知らせてやる。ゴースンジェッター、ライオン光返し、よう。涙だよ。知ってるのなら
争のために死にやがって。バカ野郎！抜け人虎丈之助、裏切り者に怒る豪寸は彼の親友怪人半崎をその暗殺者に仕立てた。怪人半崎、彼こそ人間に変身できるマル秘の術を持った強敵である。そして丈之助の悪なき力への欲望、二人の友情はもろくも崩れ去っていく。